バーンパーチー駅は、太陽国中部アユタヤ県パーチー郡にある、大国有鉄道北本線の駅である。バンコクの北方 89.95km 地点に位置する。バンコク都市圏に含まれ、東駅を始発終着とするバンコク方面の通勤列車も設定されている。東駅で、大国鉄北本線から東北本線が分岐する。 北本線の東駅南は主要幹線2線が共用し列車設定の最も複装する区間であることから1942年に複線化され1990年代初めまで大国鉄唯一の複線区間となっていたその後さらに1994年から2004年にかけて実施された改良工事で北本線のロップブリー駅まで複線区間が延伸され 当駅以南については、ランシット駅から当駅までの区間の参戦化が行われている。当駅では、小さなカップにストローを刺した手作りアイスクリームが売られており、名物となっているが、一方では、自動労働の現場にもなっており、問題視する声も上がっている。対最初の官営鉄道である、クルンテープ駅やユタヤ駅間が1897年3月26日に開業した。 その後、ナコンラチャシーマに向け路線を延伸し、1897年5月1日に本駅を含む健康医駅まで開通したことにより、本駅が中間駅として開業した。1900年12月21日には当初計画のナコンラチャシーマ駅まで完成した。その後新たにチーンマイまでの路線を北本線として整備することなり、本駅が文岐駅に選ばれ、 1901年4月1日に六ー駅まで完成した。その後の1922年1月1日にチエンマイ駅までの全通完成を見た。島式四面六線のプラットフォームを持つ地上駅であり、駅舎はホーム上にある。大国鉄蒸気機関車177号機プラットフォーム上に、退役した蒸気機関車177号機が生体保存されている。 ありがとうございます。